岸田。岸田、お前何やってんだよ。岸田総理。お前何やってんだよ。むちゃくちゃ心配じゃねえかよ。な、何フィリピンに毎年毎年2000億円を支援するって何を考えてるんだよ。そのための増税か何をやってるんだ、岸田。8日に来日するフィリピンのマルコス大統領との会談で、 年間2000億円を超える支援を表明する方向で調整に入った。複数の政府関係者が2日明らかにした。も、ま、う、あ、ふざけろよ。何が増税だよ。その税金どこに行ってるんだよ。なんで俺たちが、泣けなしの銭で、フィリピンに金払わなくちゃいけないんだよ。あ,あ、何かフィリピンって言うとあれか。詐欺集団のボス、ルフィが、なんか、かくまれてるだろ。う、まあ、何やってんだよ。そんな国にさらに金渡して、 なん、泥棒に追いせんかふざけろよ、お前。こっちはね、瀕死の病人の布団を剥がれるような手口で、もう一文なしだよ。何ふざけろ、お前。まあ、どうやって海外にばっかりいい顔して、岸田はいい総理だったとかって思われたいのかよ。国内からもう散々突き上げだよ。何やってんだよ。一体、この支援をすることで、俺たちに何のメリットがあるんだよ。日本が得するからやってるのか、これ。完全なるお前、芋ずる、ひもずるじゃないか。 金ずるか君は。それとも何か ?2000 億円寄付するとキックバックがもらえるのかフィリピンになんだ天下りできるのかいふざけろよお前、岸田。岸田、もう何がブルーリボンだよ。拉致被害者のこと、ちゃんと取り組んでるのか全く進んでないじゃないか。何か当事者が全員いなくなるの待ってるんじゃないだろうな。大したもんだな、岸田。金返せよ。金、お前俺の金返せよ、お前。 もう金、返してください。お金返してくださいよ、もう。うん